一般的な住宅の片開き扉北陸鉄道8800系の片開き扉片開きは扉の開閉の形態の一つで一枚の扉を左右のいずれか一方向に移動させることにより開閉するものを指す。退院義語は2枚の扉をそれぞれ左右両方向に移動させて扉を開閉するものを指す両開き。片開きで開閉する扉は片開き道。 片開き扉と呼ばれる。片開きの開き度は住宅の玄関や室内の出入り口のように主として小規模な建築物の出入り口に用いられる。一方、大きな備品の搬入、搬出が必要であったり、多くの人が出入りするオフィスや公共建築などには両開きの開き度が用いられる。片引き戸とも呼ばれる。建築では主に住宅の玄関や 室内の出入り口に用いられる。鉄道車両の人化用扉に引き戸が使用される場合、古くは片開きが多かった。路面電車では車端部に扉を配置する場合、端部に戸袋となる場所を設けた2枚引き戸の片開き扉も存在した。ラッシュ時の大量、効率輸送が求められる通勤系車両や、 近郊軽車両では、扉の開口幅の拡大と回避に要する時間の短縮を目的として、1960年代以降、両開き扉の採用、導入と、片開き扉の車両の淘汰により、両開き扉への移行が進み、1990年代以降の日本では寒冷地で営業していて、保温に有利な理由で採用している JR 北海道の車両を除き、 都市部で通勤系車両のものとしては見る機会は少なくなった。一方、長距離列車用の車両においては現在でも多くの申請車両が片開きドアを採用している。ありがとうございます。